はい、どうも皆さん、こんにちは。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。で、今回のデッキはですね、闇爆弾というか闇サトシくんですね。闇サトシくんを使いまして、こちらです。デッキ名です。リボルバー、こちらをご紹介していきたいと思います。で、スキルはですね、闇サトシのドロップスキルですね、ドロップスキル悪魔送り、自分のモンスターが戦闘で破壊された場合に使用できると。自分のデッキからランダムで悪魔族モンスターを1枚墓地へ送るということなんですけども、悪魔族を墓地に送って何がいいかというところです。これです、ダークネクロフィア、こちらをね紹介していきたいんです僕は。ダークネクロフィアを使っていきたい。で、このカードはですね、召喚方法は通常召喚できないんです。で、自分の墓地から悪魔族モンスター3体を除外した場合に特殊召喚ができると。で、モンスターゾーンのこのカードが相手によって破壊されるした場合は、墓地に送られた時のエンドフェーズに相手の、モンスター表側表示のモンスター1体をパクることができます。サクリファイスみたいな感じですかね。で、このカードの効果でこのカードが装備されている場合、装備モンスターのコントロールを得るということなんですけれども、これ破壊されちゃうとね、あの相手のモンスター間戻っちゃうとかっていう感じになってしまうと思うんですけれども、基本的にはこいつを出して、まあ、殴っていくような感じですね。で、もう一人の、とても重要なアタッカーはこの人ですね。デス・リボルバーっていうデッキ名から分かる通り、リボルバードラゴン、こちらをね召喚していきたいと思ってまして、で、召喚方法としては、ちなみにリボルバーね、鬼の三積みしてるんですけど、召喚方法としては基本的にはダブルコストンからのアドバンスとか、あとはですね、あの以前紹介した除外コントロールデッキというか、ジエンド無双っていうデッキがあるんですけど、そのパターンで闇事件の解放からの、特殊召喚っていう、いや、これ闇事件の解放は除外されてる自分の闇属性モンスター1体を対象として、特殊召喚フィールドにできるということなので、こいつで呼んでくるというようなあのイメージを持ってます。で、基本的にはですね、この執行の帳、あの自分のドローフェーズにあのカードをドローした時、そのカードが闇属性モンスターだった場合はそのカードを相手に見せると。で、そのカードを墓地に送って、自分のデッキからカードを1枚どんどんドローしていくと、まあ、あの闇属性のボンコツ の意地みたいな感じで、それでドローしていくと。で、バン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 墓地が肥やされるので、資料の巣、これでモンスターをバンバン、相手のモンスターを破壊していくと。これはあの自分の墓地のモンスターのモンスターの任意の数、ゲームから除外し、で、その数と同じレベルを持つフィールド上のモンスター、これ自分のモンスターでも相手のモンスターでもいいんですけど、どっちもでもいいんですけど破壊できると。サクリファイスがあったら1枚除外すれば破壊できるし、逆に、ネクロフィアとかだと8枚ぐらい除外しないと破壊はできないんですけど、まあ、こんな感じで除外していくと。で、除外するとこいつが来てくるんですね、ジエンドスピリッツ。このカードの攻撃守備力はゲームから除外されている闇属性モンスターの数かける300ポイントになるってことなんで、10枚ぐらい除外すれば3000ぐらいになるんですよ。で、この闇属性じゃないといけないので、基本的にこの入ってるモンスターは全て闇属性になってます。で、悪魔送りはこの、ね、ダークネクロフィアを、墓地に送っちゃう可能性もあるので、なるべく悪魔族多くしてまして、基本的にはこのリボルバーと、あとダブルコストン、それ以外は全て悪魔族で統一しております。あとね、このね、ミミックとかが割とねドローできるので結構強いかなと思ってまして、これをまあ初手とかに引いたら割と熱いかなと。で、さらにクリボールなんかで防ぎながら墓地を肥やして、で、相手のモンスターを城の巣で破壊して、で、除外するのはリボルバーとかね。で、それから闇事件の解放でリボルバー呼んでからの、ダークネクロフィア召喚で、理想はダークネクロフィアとリボルバーがフィールドに並ぶこと、デスリボルバーですから、まあ、こんな感じで動いていければと思ってますので、皆さんぜひね見ていただければね分かりやすいかと思いますので、早速デュエルやっていきたいと思います。それでは行きましょう、どうぞ。さあ、1戦目お相手の方、闇遊戯くんですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、いくぜ。ああれだ、お相手の方、あのバクラのあのデュエルフィールドとネクロフィアのあのスリーブですね。で、これちょっととりあえずターンエンドで、まあ、あの最初はね、あんまりこの何ですか、あの執行の止まりとかが初手にないとなかなか動きづらいっていうのがあるので、とりあえず最初は粘ります。粘ります。最初はネクロフィアのスリーブいいですね。これもしかしたらネクロフィアが出してきてくれるかもしれないですね、可能性ある、闇の力だし。はい、ターンエンド、なるほど。で、ドロー、オッケー。で、ミミックセットですね、これでターンエンド。おーっと、これはお相手方も、なるほど、事故っていうのか、なんだ、モンスターがいないのか。
まあね、とりあえずね、このクリボールとかはもう序盤からバンバン使ってきます。あの墓地を肥やしたいので。なるほど、はい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 、これもね、あれですから、ドロップカードですから、あのバクラからので、これでクリボール、オッケー。でこれで墓地1枚今ありますと。で資料の巣があるから、まあ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 、もうちょいで植え付けてるガーゴリも来ると。どないしよう、リボルバー出しちゃう説ありますね。もういきなりミミックで1回ドローしといて1枚、これで執行の止まりとか引けると熱い。執行の止まりを来い、来ない。まあ仕方ないか、リボルバードラゴンを召喚だ。闇サトシでリボルバードラゴンを使います。行きましょう、リボルバードラゴンアドバンス召喚。そしてリボルバードラゴンの効果発動をしたいよ。効果発動だ、行くぞ。さあこれでこいつを破壊していく。さあここで表引かないと男じゃない、男じゃない。よし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 、で破壊、これ3つやめて、 OK。 でバトルだ、ゴー。さあこれ通るか、リボルバードラゴン、クリボール、 OK OK、 いいでしょう。ターンエンド、うーん、なるほどね。ただこれなかなか2200を突破するの難しいんじゃないですか、一体でね、フォースとかそういうの使わない限りは。だからまだね、墓地がね3枚なんでね、四つ星が出てきてもちょっと白の巣まだ使えないんですよね。ドロー、帳来た、オッケー。で帳り、発動しましょうか。まずその前にリボルバーですね。リボルバードラゴンの効果発動だ、いけ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 、破壊してしまえ破壊してしまえ破壊してしまえ、闇サトシ舐めんな、闇サトシ舐めんな、闇サトシ舐めんな。お、なんかチェーンあるな、何かチェーンがあるぞ、なんだこれ。まあでもここでチェーンされてなんか怖いもんないでしょ。でここで、はい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 これまたリボレバ強えって動画になっちゃうこれ。執行の止まり発動します。でここはもうウィークテックガーガー行きましょう。これで両方通れば勝ちだから、リボレバとかちょっとダークネクロフェアを出すなんかあのタイミングがないぞ、引けてねえしそもそも。これでバトルでいけ、おっとクリボール、オッケー、クリボールされる、クリボールされた。でリボルバードラゴンでアタック、エネコン、はい、なるほどね、めちゃめちゃ守備してくるな。でここでもしゃあないか、これでターンエンド。さあどうする、モンスター、手札は2枚、こっちは結構アド取れてますよ、カード伏せる、はい、はい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 、どうしてくる、あれこれもしかして、あ、やっぱりそうだ、やべえ、先にネクロフィア出されたぞ、まずいまずい、やばい、ちょっと、あ、いやマジか、あ、リボルバーがやべえマジか、ちょっと待って待って、マジで、あ、ちょっとでもここ執行止まり、これマジでちょネクロフィアまず破壊するしかねえな、ちょっと待って、これやばい、ちょっと待って、マジでやばい、これこれでドローモンスターカード、オッケー、止まり発動で捨てる、やべえこれはマジでやばいな、やばいな。でドローモンスターカード、よし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 、でここでさらに捨てる、もうモンスターカード引けば基本的には全部捨てます。でドローでモンスターカード、オッケー、あーちょっとジエンドが結構行くの痛いが、うーんといい、もう仕方ない仕方ない、これはもうネクロビア行くしかない。でもネクロビア破壊したところで、あ、これはいいえこれでちょっと一回ここで使うしかないけど、ただこれあれなんだよな、エンドフェーズにこれ奪われるんだよな、ネクロフィアのね効果でフィールドの表が表示モンスター一旦パクれるんで、はい、で1、2、3、4、5、6、7、8と、 OK。 でこれでネクロフィアさんをご臨時してもらって、それでネクロフィアってこっち出せないからちょっと一回悪魔送りしといて墓地肥やしといて、でミミックセットでいいかな、とりあえず。結局ね、これね、ウィプテルアグルパクられるんですよ。で、攻撃表示でしょ。で、これでバトル。で、ゴー、しゃあない、しゃあない。これはしゃあない。で、オッケー。で、ターンエンド。いやー、これ結局な、パクられるんだよな。そうなんだよな。で、このネクロの効果ですね。このサクルフェファイスみたいな感じで、パクられるんですよ。表側表示をね。まずい。やばい。ネクロフィア使いのはずなんだけど、ネクロフィアすげえ使われてる。マジか。これ殴られると。おメフィスト？いやそれまずいでしょ。うわやめて、マジで俺のネクロフィアがちょっと待ってくれ。これドローしたカード捨てるみたいなことないよね。あ、ないよね。うわ最悪や、うわ最悪や、マジか。あでも闇時期来た。あ、これいいんじゃない。
これだけスキル発動して悪魔送りするでしょ。悪魔送りしてこれ5枚になるよね。で資料の数、あいいかもいいかも、資料の数で5枚除外できるから3、4、5でしょ。でこれ除外してメフィストをやって、うわくすとネクロフィアスやったら痛いわ。でこれで OK 捨てる。でビクテルバッカーゴリ召喚して、で闇次元セットしといて、でこれでバトルね、バトルだ、ゴー。うわ最悪や、なんか開拓はね、はいはいはい了解です。うわ最悪や、ちょっとマジか。で闇次元こっち今捨てたので、これ結構強いですよ。でもあれだよね、闇次元ってネクロフィアは呼べないんだよなあグラール、あそれ厄介だな、それ厄介だな、ちょっとそれマジで厄介だわ。どうしよう。であれのなんか正解とかエネコンとか結構めんどくさいですね。ドロー、クリボール、クリボール捨てるか、クリボール捨てちゃっていいだろう。あー捨てなくてもいいか、これいいわ。ドローフェーズで闇次元の解放やっといて、でリボルバー読んどくしかないよね。ネクロフィア無理だよね、ネクロフィアはいないもんね、無理だね、ネクロフィアいないね、ネクロフィアは無理なんだよね、特殊化多分無理だから、無理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 、リボルバーしかない、オッケー。リボルバーしかないって言い方もあれだけどリボルバードラゴンを攻撃表示で召喚だ。ただなー、これネコンとかとめんどくさいけど、バトルだ、いけ、リボルバードラゴンでアタック、取ってくれ。うーん、なるほど、銀幕これ粘られてきますね。ただこれ結構きついんじゃないですか、相手もここで、まあこの相手が次のドローでエネコンとかとワンチャンありますね。はい、銀幕は維持できない。さあどうする、モンスターをセット、モンスターね、オッケー。ここでドローだ、さらにリボルバードラゴン、これはとばりしても良さそうだな。どうしよう、やろう。でこれで、とばりで捨てる、で木からカードドロー、モンスターカード、あこれでも止める、これは止めよう、これ止めよう、これアタッカー増やそう。でここで効果発動して、でこれでリボルバードラゴンの効果発動だ。表裏なんかーい、くそ、もういいや、これでバトルだ、いくぞ、リボルバードラゴンでアタック、よし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 、危ない、いやマジか、これちょっと先にネクロフィア出されたのめっちゃ痛かったっすね正直。あーマジか、ちょネクロフィアの演出がマジで見れなかったんで、すげえショックです。ちょっととりあえずもう一度いきたいと思います、いきましょう。さあ2戦目終わった方、ペガサスですね、よろしくお願いします、3倍。さあ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 、なんだワインドスキャンか、おイッツァトゥーワールドじゃないですか、夢あっていいですね。あいいよいいよいいよ、これしっかりとばりあるから OK で、いきなり発動で、ウィップデールガーゴイルセットしてターンエンド、なるほどね、これはまあいいんじゃないですか、これ破壊されなければ。ツイスターとか入れてるかな、あーなるほどね、ビーンズマン、ビーンズマンにはね必殺の手具だから、クリボールでこれで墓地1枚肥やされる、でドロー、モンスターカード OK、 捨てる、いいよいいよ、 OK、 もう一回ドロー、モンスターカード OK、 いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない、捨てる、ドロー、もうあこれは止めよう、これは止める、でこれもう出せんじゃないこれだよね、ですよね、今肥やしましたからこれ全部除外しましょう、除外していくぞやっと出る、ダークネクロフィアを召喚だ、いけダークネクロフィア召喚、うわー来たー、うわー気持ち悪い、うわー気持ち悪い、うわー気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い、うわキモ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 めっちゃくちゃ気持ち悪い、オッケー。でこれウィプテルワークでも行きましょうか、でバトルしましょうね、ここはバトルだ、行けアタックゴー、よし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 、でネクロフィアでアタック、よし取れ、オッケー、でターンエンド、よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、いいんじゃないか。ネクロフィアの横にされてもね、守備力2800あるというのがでかいんですよね。まあ別に突破されてもいいんですけどね、ネクロフィアの場合はパクれるんで、相手のモンスターを結構上級のね、なんかこの例えばメテオブラックドラゴンとか出てきた時にこう自分で自爆特攻してエンドフェーズに、メテオブラックドラゴンパクるとかそういう動きもできますから。さあどうするか、なるほどね、セット、はい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 、 OK
ヒャーって喜ぶ。これ捨てます。で捨てる。さあ何引いてくるかな。まあ、資料のあたり来てくる、来てくるのもうちょっと後でいいけど。でもドローモンスターカード捨てる。オッケー、ドローモンスターカード、オッケー捨てる。いいぞいいぞ、壊されてる。ドローモンスターカード、オッケー捨てる。もういいや、ゴンガン捨ててこう、ガンガン捨ててこう。これちょっとなんか魔法トラップ引くまで。ドローモンスターカード、オッケー、いいぞいいぞ、いい感じで壊されてるぞ。さあドロー、うーん、闇次元か、オッケー、セットしておこう。でこれでバトルだ。ここで決めたいな。でも正直どっちからだ。いやウィップテールから行こう。ウィップテールでこれワンチャン通れば、ワンチャン通ればダークノクフェアある。おし通った、これいけんじゃないか。ドアークノクフェア、ネクノクフェアでアタックだ。ダイレクトアタック通って通らなそう。はい、エネモコンエネコン強いですね。で守備表示されて、でターンエンドと、まあ、しゃーないね。ただ結構相手もきついはずなので、どうしよっかな。これセット、はい、なるほどね。でこれでドロー、なるほど、これシクロの帳発動してモンスターカードを捨てていく。ドローモンスターカード捨てる。さあ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 、バンバン捨てますよ。でドローモンスターカード、クリボールか、クリボールいっちゃうか、クリボールいっちゃおう。もういいや、多分いける、クリボールなくてもいける。でドロー、あ飛ばれきちゃう、これどないしよう。闇次元か、えリボルバーだっけ、リボルバーいねえな。どうしよっかな。ネクロフィアでこれアタックするしに行くか。これでネクロフィアからじゃなくてガーゴイルから行きたい。あーなるほど、通らない。でダークネクロフィアの攻撃、オッケー取る、大変だ。さあ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 、なかなか辛いんじゃないですかこれ。あ待てよ、でもこれあれか、闇次元で1体呼んでウィップテールガーゴイルと除外した、あなるほどリボルバー今出せたね、今出せました、多分リボルバー普通に闇次元使えば。そっかそっか、今それだったらデスリボルバー並んだのにくそプレミしまったぜ。さあ3戦目、うわ切った、城之内克也さんじゃないですか、いいですね。僕のドローフェイズですか、なるほど、ミミックですね。でターンエンド、これどういう、でも、城之内スキル名言わないんでどれか分かんないんですけど、運を味方にか、まあ、ダイス、まあ、ラストギャンブルっていうパターンもありますね。これどれか分かんないから城之内めっちゃ怖いんですよね。やべやべマジで、これいつもの自分と戦ってる感じですねドロー、はい、これはガーゴイルもセットしていきましょう一応。でターンエンド、これで相手がどういうデッキかだな。でもあのセットカードはリンゴとかそういう系だとダイスでレベリングの感じだし、ガーゴイル来るか、なるほど、ターンエンド、ちょっと様子見ましょうか、どういうデッキなのかなんとなくね知りたいんですよ。どういうあのタイプのデッキなのか、運の味方になのか、ラストギャンブルなのか、ダイスレベリングなのかをちょっと知っておかない と対処が難しいんですよね。カードを捨てる、はい、だからね、不用意に攻撃するのはかなり危険。ドロー、なるほど、ターンエンドかな、これちょっとな、何か分かんないときついな、これ。だからこれでアタックしに行って、結局なんか銀幕とか使われて、で、なんかライフポイントを999以下にされたりとかして、運を見たりとかされてもきついし、で、なんかダイスでタイのところ出されてもきついし、シルノス、シルノスセットしようか、シルノスセットしといて、これちょっと、まあ、リボルバーもちろん出せるんですけどね。出せるんですけどちょっと怖すぎるから、ガーゴイルセットかな、これでターンエンドかな、とりあえず。いやーこれちょっと長引きそうだぞ、ちょっとバトルが長引きそうな気配がある。これ相手も多分カウンター系の何かね、こっちの動きを待ってからのデッキだと思うので、ターンエンド、うん、そうだよね。でドロー、ジエンド今来る、これちょっと執行の止まりがねあればまあいいんですけど、城の巣でしょ、いやこれどうしよっかな、タレントかな、これはちょっとなかなかきついな、どういうデッキなんだろう今手札の人何枚、あやっぱそうだよね、でエンドフェーズ、これ何だか分かるかも、これ捨ててくれるから、1枚捨ててくれるはずだから分かるかもしれません。ジュコン、なんじゃそれ、あネクロフィア、
ネクロフィアか。今ネクロフィア来てもな、後ろの巣でしょ。いやーこれ微妙だな。ちょっとミミックで1枚引いとくか。ちょっと漆黒の帳来ないかな。漆黒の帳、ディスティニードロー、闇サトシのディスティニードロー見せろ。お、なんかフリーチェーンありますね。フリーチェーン、まあ銀幕とかあの辺かな。ミミック、あー微妙微妙。これ単位のしかないか。でとりあえずちょっとリボルバー1枚捨てとくか。リボルバー1枚捨てといて、まあ除外して闇次元。なるほど、これはちょっと謎のデッキだな。呪魂の仮面ってどういうデッキなんだろう。いや怖えぞ、結構怖い。でも呪魂の仮面ラストギャンブルワンとか、あ、うん、あーツインバレル、あツインバレルか。あじゃああれか、ウノミとかにか。これ破壊されても別にいいや。これ破壊されても別にいいです。あー破壊されないのね。破壊されればまあ悪魔送りとか使えるよね確か。でそこはバトル来る、あそこバトル来る、クリボールそこはクリボールで V 墓地肥やします。でうーん難しいですな。アタックしに行くパターンあるなこれ。一応ライフ削らないし、あしこの弾今来る、今来ちゃう。じゃあトラバリ発動します。でトラバリ発動して、でミミックは守備教授にしておきましょう。最初やっぱライフ削りたくない、やっぱ一旦でガンって一気に削れるってなった時に攻撃しに行く感じですかね。でここで、うん、ウィップテールガーゴイル反転でウィップテールで殴ろう。でこれでバトルしに行きましょう。まだねちょっと資料の説使えないので、でバトルゴン、あー取らなそう。なんだろう、エネコンね。オッケーオッケー。あやっぱあれですね、多分運を見かないです、おそらく。こんなに横向きカードとか入れてるツインバレルでしょ、これ多分運を味方にでしょ。ってなると要はライフポイント救急以下にしなければいいので、ライフポイント救急以下にしないように戦うという感じでございますな。カップオベース、はい、裏引かされの人痛いんですよね。これできればボッチにしたいんですよ。カップオベース、はい、なるほどなるほど。でここで表出していく、オッケードローね。なるほど、これちょっとね引かされるの痛い、引きたくはない。お出た、後ろに暴れる君来たぞ、やばいな。暴れる君か、暴れる君もガンガン効果使っていく感じか、もしかして。やばいな、相当なギャンブラーだなこの人ギャンブル部ちょっと入部してくんないかな。なるほどね、はいはい。で表、あーなるほどね、これ外していく、まあ、そこギャンブラーじゃないんだあ白変戦、へえ面白い。なるほどなるほど。でカード伏せるとバトル、はい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 、なるほど。それそれクリボールですか、クリボール、よいしょと横向き横向きで、暴れる君、暴れる君アタックね。これクリボール使っちゃいましょうかね。これで一応4枚になったんで、収容の数は使えるかなという感じですね。オッケー、なるほど。ドロー、漆黒の帳発動で捨てるでドロー、ドローモンスターカードで捨てる。ジエンタつかねえやこれ、バー開いてねえし今。でドローモンスターカード捨てる、いいんじゃないいいんじゃない。もう一枚いってくれるだけだね、もう一枚いってくると両方破壊できるかな。で、ドロー、モンスターカード、これ捨てよ。OK、いいんじゃないですかね。結構よく今、墓地超えた方かなと思いますね。今、あと止まるの、帳とか、闇次元なので、ドロー、リボルバー、リボルバーか、リボルバー、もう捨てちゃおうか。リボルバーも捨てちゃおう。で、リボルバー除外しよう。闇次元来ないかな、そうなってくると。で、ドロー、これ、一回止めよう。ちょっと、デッキがあまりにも少なすぎるからね。で、白の巣使って、で今効果発動します。で、リボルバーと、リボルバーと、ガーゴイルと、まあこの辺でいいかな。これで、で、まず一旦ちょっと鬱陶しい、暴れる君を、暴れる君ご臨終していただいて、で、さらに使っちゃっても、ここまあリボルバー出すか。
で、ここで、リボルバーを召喚して、で、ダークネクロピアの効果使えるから、これでまず一旦ね、ツインバレルを割りましょう。ツインバレル割る。割る割る割る。俺は割る。俺は割る。よし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 。よし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 。よし、オッケー。で、よし、そしたら、そしたらですね、ダークネクロピアを特殊召喚だ。いくぞ。1、2。どれでもいいや。この辺でいいかな。この辺でいいかな。これでいいかな。オッケー。で、ダークネクロピアを特殊召喚だ。いくぜ。死の世界の支配者、ダークネクロピア召喚。いいぞ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 。相変わらず気持ち悪いな。おい、相変わらず気持ち悪いな。おい気持ち悪いこいつ、気持ち悪。オッケー。で、判定召喚で、これで総攻撃仕掛けましょう。これで総攻撃を仕掛ける。まあ銀幕とかでも今いくつあるんだ。まあ、これ全部通れば、全部通れば大丈夫でしょ。で、バトルでしょ。で、多分銀幕とかあると思うんだよね、おそらく。で、ガーコイルの攻撃、銀幕、はいはいはい、銀幕ね。銀幕半分にされて、ゴンでしょ。825。あ、大丈夫だね。あと1100通せるから。あ、白兵戦。はい、はい。痛い。で、ネクロフィアの攻撃。これでまだ救急外科にはならん。まあ、救急外科になったところでもあれか、狩猟数あるから、なんか召喚して瞬間に破壊しちゃえばいいんだ。多分いけるな、これ。行こう。ダークネクロフィアをアタック。そして、リボルバードラゴンでアタック。これまあ通っちゃえばね、負けなんで、クリボールか、なんかするしかないでしょ。あ、ハークショット。あ、うまい。なるほど。これ一応ライフ調整されました。まあ、ただね、これ通って、まあ、救急外科になるか、タイエンド。これなんか来たところで、なんか来たところで、除外というか破壊しちゃえばいいんですよね。シルノスで。なんでね、大丈夫だと思います。おそらく。トキマ来るでしょ、トキマ。おそらく。でもトキマ来たところで、シルノスで、もう瞬殺、召喚即キルすれば、いいんです。はい。さあ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 、何を召喚しきるか。トキマ出してきたらもう召喚即キルです。まあ四つ星でも、まあ、ツインバレルとかでも全然、ツインバレルとかでもいいです、ワンチャンね。ツインバレルは正直召喚の効果なので止められないんですけど、効果は。はい、カップベース。まあここは表しか出ないね。表しか出ませんはい、表しか出ません。はい、わかります。はい、強い強い強い、うわ強い、うい強い、チート。で、カードセット。おお、怖いな。バンバンセットしてくるぞ。これ何出してくるかなんだよな。トキマとかだってありがたいんだけどな。頼むぞ。あ、さらに暴れじゃあシロノスだ。はい、でシロノス即キルします。ほいほいほいと。で、暴れる君殺して、で、相手はこれ何、イタクワとかが痛いかな。やっぱりイタクワがちょっときついので、それだけ警戒しましょう。銀幕とかだったらまあなんとかなると思う。闇次元来る。今かい。今いられんだよな。まあちょっと一応捨てるか。セットで、ですね、とりあえずこれイタクワ痛いので、ウィップテールガーゴイルだけしびり用紙にしとこうかな。そうだね、イタクワあと1投しもね。これでいいや。これでバトルで、そうですね、ネクロフィアからいきましょう。さあラストだ、いけネクロフィア。お前のダイレクトアタックで決めてしまうんだ。まあ、多分防がれるけど。で、ここなんかあるでしょ、クリボールか。さあどうだ、どうする城之内くん。さあ城之内くん、あ、銀幕、銀幕でこれ半分にしたところで、これ通っちゃうよ、これ通っちゃうぞ。結局これ防がないと無理なんじゃないか。さあどうする、なんで使ったんだ今。はい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 、通る通れ通れ、はい通るな。よし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 めっちゃ長かったわ、めちゃめちゃ疲れるわ城之内くん。いや、こんな感じでね、今回終わりたいと思います。大佐どうした。
かがだったでしょうか。もしね、あの動画気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。コメントもあのガンガンしちゃっていただければ、できる限りあの返していきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。それからですね、ぜひあのツイッターなんかで共有していただければとてもありがたいかなというふうに思いますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。動画の最新情報だとか、あとデッキレシピなんかをね、あのツイッターでどんどん発信していますので、ぜひフォローしていただければというふうに思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきましてありがとうございました。もし動画気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。パソコンの人は右のアイコンをクリック、スマホの人は下のボタンからお願いします。ツイッターなんかで共有していただけるととっても興奮します。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。